はい、皆さんこんにちは。サンガキャットしてございます。なんか落ちた。はい、12月はですね16日でございまして、12月ももう半分以上終わりましたですね。真っ暗になりました。今は5時20分でございます。はい、いやいや、ちょっとびっくりしてるんですよ。今度ね、対談、ズームで対談するんですけどね、相手の方がですね、この人が私と対談するのみたいな。まあ、以前に一度お会いしたことあるんですけどね、まあ、でもちょっとびっくり。なんせ私、業界の嫌われ者ですからね、なんと言いましょうかね、多分私のこと嫌いやってやついっぱいいると思うんですよね。でも全然気にしてない。うん、まあ、むしろその方がね、ええんちゃうんかなぐらいで思ってますね。普通のことを言うててもね、なかなかあれですからね、その人は聞いてくれませんからね。ちょっと変わったこと、別にわざわざ変わったことを言うてるわけちゃうんですよ。変わったことを言おうと思って言うてるわけちゃうんですよ。普通に喋ってると自然に変わったことになってしまうのが私という人間なんですよ。だからですね、普通のことではないんでね、穏やかなこともありますけども、そうじゃないことも言いますんで、嫌われてる率が高いと思うんですけど、まあまあね、意外でした。さて本題はですね、毎日毎日こうやって喋ってますと、お隣さんの話題が多いんですけども、そのお隣さんですね、こうスマホ見てますとよく出てくるのがね、これなんですよ。在日三世のという、皆さん も見たことがあるかもわかりません。現代ビジネスなんですけどね、方正さんっていう方ですね、豊かっていう人、これなんていうんですかね、大変にこう第1章第2章第3章の章ですね、明っていうですね、王変ってあるんですかね、王様の王っていう、左側にそれがあって、こう明という字ですね、方正さんっていう在韓国コンサルタントの方でして、この方がお書きになってるんだと思います。よく読ませていただくんですけども、ご自身でお書きになってる場合とですね、ライターさんがお書きになってる場合があるんですけども、こういうのってこれ多分ご自身ですね、もう3日に1回ぐらい新しい原稿でできますからね、びっくりしますよほんまに。そんなね、僕なんか物書きですけど、まあそれは3日に一遍書けって言われたら書きますけど、ほぼ同じテーマでしょこれ。よう書けるわーと。それは向こうにね、何年も言い張ったらね、それはいろんなね経験をなさってるんでね、その悔しいこともあればですね、面白いこともあるでしょうし、あれと思うようなこともあるだろうし、それを順番にこう書いてはるわけですけども、これは7月20日の原稿、ランキングに上がってます。現代ビジネスというサイトは昔の記事でもですね、ランキングの上位に来たりするんですよ。もう不思議でしょ。僕もね、いくつか原稿をね書いてるんですけどね、僕が昔書いたのがランキングに上がったなんて見たことない。なんでやねんほんまにと思いますけど、だいたいマンションとか不動産とか地味なあれですからね。ただこの方が書いてるのはいつも在日三世の私がという、こう書き出しでして、日本でお育ちになったようでして、朝鮮高校まで行かれたのかな。日本に2系統ございましてですね、在日系の学校が、僕らの京都ではですね、朝鮮学校でございました。小中高まであったんかな。で、例のパッチギという家があるでしょ。あれ実はうちの近所なんですよ。あれうちの近所舞台なんですけどね、パッチギの朝鮮学校とですね、あと京都国際高校っていうのあるでしょ。あれは実は韓国系なんですね。だから校歌が韓国語だったりしますよね。2系統あるんですけども、朝鮮学校のですね、いわゆる北朝鮮系の学校で行かれて、そこはですね、授業を向こう側で朝鮮語でやるんですね。だから話せるらしいんですよ。そのネイティブみたいな話し方はできませんよ。ただ日常会話プラスその高校の授業ぐらいまではですね、受けられるような語学力がある、ついてしまうわけですね。で、この方はその後でですね、こう、向こう、北風のですね、こう、あれを感じてですね、違和感を感じて、多分韓国籍に変わられてて、たくさんいますよ。もう今はどんどん朝鮮という外国人登録書の国籍のところから大韓民国へ変えるという人がいっぱいいるんですよ。
だから今朝鮮国籍の方というのはですね、おそらく10万人、20万人、20万は切ってるでしょうね、10万人ぐらいでしょうね。まあそれはいいんですけど、そのこの方がですね、もう10年ぐらい向こうにお住まいになってるというふうにどっかに書かれてたんですけども、その間いろんな経験をなさってですね、そのことについてずっと書いていただいてるんですけど、これがまたよく読まれてるんですよ。ランキングのいつも上位にあって、と思いながら読んでるわけですよ。でこんな7月に書いたのがですね、ランキングに出てきたりするわけですね。面白いですよ。全部は読んでませんけど、私どうでしょうね、半分ぐらいは読んでるんちゃうかな。そのまた半分ぐらいをこのですね動画のネタにさせていただいてるんですけど、まあ、そんなものすごくですね、こう珍しい話ではなくて、日常の中からですね、この方が感じたですね、自分の母国に対するですね、ここなんか変やんというところですね、書かれてるわけでして、僕の感覚ではね、在日3世、僕の代は在日2世の方が多かったんですけど、もう3世ぐらいになるとですね、ほぼ日本人なんですよ、私の感覚では。ただそういうルーツが終わりになるんで、その匂いが少しするかなという感じですけども、話してる分にはほぼ日本人ですよね。で日本語はネイティブですし、ね、当たり前ですけど、なんでほとんど感じないですけど、ルーツを感じるかなっていう感じですね。日本人なんですけど、ほぼだから彼らももうその何て言いますかね、ルーツは向こうで国籍も向こうやけども、でも中身はほぼ日本人みたいな、そういう人たちがですね、そういう人のうちの一人の方正さんが大韓民国に行かれてですね、そこで暮らして仕事をしている中でですね、あれこれあれとかいうのをですね、こう ずっと書いていただいているわけだって、分かりやすいですね。非常に分かりやすいし、であまりそのですね、その韓国の方を褒めそやすようなことを言うよりも、お前らそこがおかしいじゃないかみたいなですね、例のシンシアリーさん的なものの見方、あの国はここがおかしいねみたいな、そういう視点ですね、違和感という視点ですね。なんでそれが割とですね、他の国に対してですね、いろいろストレスを感じている日本人には受けるんかなという気がします。だから非常にこう目の付けどころが良かったですね。でなぜね、お隣さんに対して批判的な本ってもう山のようにあるでしょ。私も最近になって20冊ぐらい読みました。これ見られになりますけど、もう長らく読んでなかったんですけど、これ喋るようになってから最近の傾向を調べなあかんと思って、20歳古田博さんとかね、シンシアリーさんとか、あの系統のですね、20冊ぐらい読みましたけど、まあ別に特に真新しいことはないんですけどね、まあ、最近はどうやこうやって、この事件がどうやこうやっていろんなことが分かります。特にムン・ジンがひどかったですね。あいつは本当ひどいやつでしたね。まあそれはいいんですけど、結局だからね、これね、多分編集側もね、あれなんですよ、この方に書いて書いて、もっと書いてもっと書いてっていう、そういうノリやと思うんですね。でこの方もそれこれ書けるだけね、文才もあればですね、記憶力もいいしですね、視点もシャープでですね、なかなかの思うんですね。もう多分そのうち本になるんちゃうんですかね、もうなってんのかな、よう知らんけど、ただそれだけね、どう言いますかね、この方がある意味同胞ですよね。同胞の目でえぐり出したお隣さんたちのですね、ちょっと日本人の感覚から見たら、みたいなところがですね、受けやすいと。日本人ちょっと足やるな、どうせあいつらみたいな、そういう感じで受け取って、すげえすげえあいつらそうなんやって言って、こうそういう感覚の読者を誘ってるんでしょうね。逆にそのお隣さんを褒めそやすような韓流のお姉ちゃんたちの視点で書いて、それが流行ってるサイトはあるんでしょうけどね、それとはちょっとベクトルがかなり違うという感じではあります。現代ビジネスというサイトに行けばですね、すぐ出てきますんでね、在日3世の私がうにゃうにゃっていう始め方をするんですけど、皆さんぜひいくつか読んでみられたらいいと思いますよ。もうどうでしょう、20本や30本あるような気しますよ。
これもうシリーズ化してもええんちゃうのっていう感じですけどね。特に張りましょうかこれ、今見てる在日3世の私がある韓国人の寿司屋での言い分に覚えた強烈な違和感っていう、この原稿は読んでなかったような気がしますけども、一応これのですね1ページ目を貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。